今回の、釣りスタイルダンジョンのルールはですね、はい、まあいつもと変わらない、1人5銭ルアーを使ってください、はい、時間は、朝の5時から12時なんですけど、はい、今日ねもう3日目最終ラウンドなんで時間無制限、あ、まあ5時まで、これ特別ルールで、琵琶湖はね特別ルールなんですよ。バスオア大ルールと言いまして、45センチ以上、50センチ未満、狙い撃ち。琵琶湖のアベレージが45から50、でもそれ以上もいます。もちろんね、ワールドクラスもいるんですけど、それ釣ってもダメです。45以下でもダメです。その45から50狙い撃ちしてください、そのルールです。もう水見ていただければ分かる通り、昨日ここで俺撮ったんですよ撮影。こんなに青くなかったのにもう入ってきてる。これが秋なんですよ。さあどうするっていう感じでね、やっていこうと思います。最近ね、あのね、それでは行きます、ブチかもせーって言いますんで、声高らかにブチかもせーってやってもらっていいですか。僕もです。そうです、あなたも共犯です。一緒にいいですか。はい、はい、それでは行ってみましょうか。第2ラウンド最終日、それでは行きます。はい、せーの。なんで言わないですか。なんで言わないですか。なんで言わないですか。なんかやられる気がします。ブチかもせー。ミノク5000ルアーで最初に出すルアーは何ですか。最初はメガバスの、はい、FV フリー、あースピナーベイトですね、はい、じゃあちょっとね、昨日スピナーベイト僕自分撮ったんですけど、はい、ちょっとね分解しましょう。俺ねジグやります。ゼロワンジグ。ちなみにトレーラーは、まあ、何を変えても OK なんですよ。だからスピナーベイト何つけてもいいですよ、トレーラーは、はい、でなんでジグかっていうと、俺賢くないですか。だってジグって無限にトレーラー変えれるやん。ああ。これチートですけど、まあこれ認められてますんで、じゃあ行きましょうか、はい、自分ちょっと首回り打ちます。ちなみになんかさっきね先行者の方がね、こっち側よりやっぱ向こう側の方がいい感じですよっていう感じです。さあそれでは自分はゼロワンジグにトレーラーはドライブクローラー、ちょっとここヘラやってたところのヘラ台の足元行きます。はい、ここにザリガニいましたね。でこれは抜け殻もしくはまあもう生き絶えたザリガニですが、こんな感じでいます。ザリガニ食いとかねえ、まあ巻いてジグストとかもいいと思うけど、だったらスピナーベイトをチョイスした方がいいよね。ここポイントピンで狙いたい場所だったけど、そんなんでもないか。ね、移動。ちょっと移動。はい、ちょっと移動してきました。スピナーベイト変わらずですね。はい。OK。自分はペイフォワードオンワン8。このね、チャートカラーにドラシャ 3.5 インチ。これいいです。行きましょうか。はい。じゃあ、ミノ君、ゾイ投げて、俺ちょっと縦に結んでいく、はい。分散していこう。ここはね、割とでかいのがいそうな予感なんだよ、僕としては。自分としてはね。でカニカゴ入ってるところがあるから、至る所に。カニカゴ、うん、カニカゴ。カニとかエビとか取ってるから、カゴがね、入ってるんですよ、ここ。ダメだ、これ。まあ、咲いてないね。次行こう、次。移動してきました。次ね、これです。ミノギル、セカンド。ですね。ちょっと小場所なんで、ささっとやって。浮いてくる魚をゲットしていきたいと思います。行ってみましょうか。ミノギル初投入だね。はい、オッケー、行こう。何匹かバス見えますね。ほら、いたいたいた、いるいるいる。あれクイックあるよ、あのバスは。ほら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 、ベイト探してるね。バスいますね。ほらほらほら。ただこれ狙い撃ちするサイズではないよ。ただね、こんな感じで結構クイック満々じゃないですか。バスもベイト追ってるし。ミノン君、もしでかいのがいた、あいのがいたらミノギル一発あるかもしれないですよ。ミノギル、実は私これ橋に1個ねぶつけて尻尾大破しました。すいません。ある、すいません。まだありますか。はい、いっぱいあるんで頑張りましょう、はい、ここはでもちょっとライトリグバかもしれないけど、試し合点あの橋の下行きましょう。ただね、お、めっちゃ集まった。バス、バス大集合。
これウィードに隠してた方がいいかな。お、来てるよ来てるよ来てる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 、見に来た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 入るよルートに。いや引っ掛けて引っ掛けてアピール。俺がバスク行ったみたいになってんじゃねえかよこれ。ルアーがバスク行ったみたいになってる。めっちゃバスいるね。ほらいるいるいる。みのんくんもうね多分ねここが最終と言っても過言ではない川に来ました。朝一取ったところっすね。でもね見た感じもこれっすよ。この方向昨日なかったんだけどね。まあ乱眼でスピナーでガンガン巻いていこうじゃないけど、ここで取らなかったらもう多分絶望的っす。琵琶湖ラウンドは痛いという形になります。第1ラウンドはどうにかドローでしたよね、野池でね。ただね琵琶湖っていうフィールドはねハードレベルフィールドなんで勝って負けて当たり前で、皆さんが見たいのは感動を届けたいと。まあ45から50に収まらなくても55とか下手すりゃ60なんてそれちゃったら、いや敗退でもお前たち迷惑敗退じゃねえかってなるんですけど、昨日はつったよ35、今日なかったらお前らないわなりますよ。それだけは避けたいね。頑張りましょう。行ってみましょう。風が強くなってきましたけどルアーを変えるようです。何ですか？バギークロー。バギークロー、バックスライドですね。はい、自分はねめちゃ強気のルアーをセレクションしました。今水の中から出てきます。これです。ででーん、ゼロワンジグストロングの、これがエグチャンク。風が強くて揺れている。どのでかいのでいきます。いやありだと思うよ、この水のルですから。え、嘘、誰が釣れたの？なになになに釣れてる？マジで？なになに、でかい？でかい？でかい？なに？待って待って、こっち来た、こっち来た、取るよ取る取る。おい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 、わわわわわわわ、たぐってからの、あげー、おー、茨城こばす、茨城こばす、来たー。なんでーなんで付き添いのおっさんをするんですかねえちょっとみのんくん、はい、これ俺ねやっぱねやっぱスピナーベイトだと思うんですよ。みのんくんラストポイント、はい、自分はねもうねジグります巻き、バックスライド。 OK 行こう。もう対岸のカバ打ちで、はい、ここが最有力かなと、最有力にして最後かなと思います。ピッチングうまく決まらず、でもベイトも多いから割とキワキワじゃなくても当たれば、お、いいとこ入れんね、一発で当たるかもよっていう感じですね。おーさ、飛んできた、飛んできた、どうしようこれ、どうなってるどうなってるどうなってるこれ、ちょっと待って、どういう風になってんの、どうなってる。よし、そういう時はこういうネットだ、そうだネットだ、ネットがある、ネットがある、落ち着いて、これ持ち上げて救出するんだ、下から。あー、ちっちゃいなちっちゃいな、ミノ君来たよ、ミノ君来たよ、やったほら、すっ飛んできた。はい、ゼロワンジグバス、はい、ゼロワンジグバス、ミノ君釣れました。いやギリギリだね、時間タイムオーバーギリギリでついてきてくれたバスですわ。
ただね、すげえ特殊な釣り方した特殊な釣り方っていうか、もうすっ飛んできてくれたな感じ。よかったけど、これミノン君ラストだね。一応これサイズ的にあれですけど、お願いします。ありがとうございます。さあ今の釣り方ですけどね、ここのね木を狙ってたんですよ、この木の根を。でここにルアーが引っかかっちゃったから、あダメだなと思ってポンって取って、外れた瞬間に水切り状態になって、そうチャン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 って水切り状態になったらバーって食ってならバスが見てて、まあハングアウトして、その時にリアクションで食ってきたみたいな。お疲れ様でした。ちょうどタイムアップじゃないですか。今何時ですか。今何時ですか。5時40分今向こうさあ飯食いって反省会しよう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。残念だったけど敗退決定。